ジモンブースター発売記念ということなんで、今回はこのジェスモンを使った、交流デッキを紹介していこうと思います。まずは例によっていつもの、デッキサーチカードから紹介していこうと思います。まずはベタモンですね。このカードは自分のデッキを上から3枚オープンすると、でその中の系統交流を持つカード1枚を手札に加えることができます。そしてこっちはハックモンですね。こっちは自分のデッキを上から5枚オープンします。でその中に究極体を持つカード1枚とジェスモンを手札に加えることができます。そして白デッキの場合はデッキサーチカードからスタートしなくても、例えばこういったネクサススタートをすることで地盤を固めることもできます。じゃあ早速 GS モンの効果使っていきましょう。このカードはですね、降臨条件がめちゃくちゃ緩くて、まず降臨条件白&コスト3以上のカードなんで、成長期から一気に究極体を召喚することができます。まずは降臨時効果、相手のスピリットもしくはネクサスを合計3つまで手札に戻すことができます。そして自分のアタックステップ効果、系統戦記、このカードですね、を持つ自分のスピリットがアタックした時、相手のスピリットもしくはアルティメット1体を手札に戻すというバウンス効果を持ってます。そしてレベル2、3効果ですね。このスピリットのアタック時、相手のバースト1つを破棄して、このスピリットはアンブロッカブルになります。まあブロックされなくなるわけですね。このブロックされない効果っていうのは、相手のバースト1つを破棄しっていうテキストなんで、バースト破棄していなくても、まあ、アンブロッカブルになるということなんで、例えばこの白魔人ですねをブレイブしていた場合なんかはトリプルシンボルの、アンブロッカブルとなるわけですね。そしてこっちのカードも紹介します。マグナモンですね。アーマー進化をすることができます。まあ、成長期のこのカード1枚手札に戻すことで1コスト支払って召喚することができます。そしてこのスピリットの召喚時効果は最もコストの低い相手のスピリット1体破壊するという効果なんですが、まあ、それも強いんですが、レベル1、2、3効果、このスピリットは相手のスピリットそしてブレイブの効果を受けないということなんで、まあ、マジックとネクサスには弱いんですが、基本的には場持ちのいいカードとなっています。なのでここからさっき紹介したジェイスモンにそのまま降臨することもできるし、ゲンマジンっていうブレイブカードがあります。でこのブレイブは右に合体していれば超装甲緑白黄を与えることができるし、左にブレイブしていた場合は赤紫青の装甲をつけれることができるので、より場持ちのいいスピリットカードになるわけですね。さらにこのカードは疲労状態でブロックできるので、例えばレベル3のマグナモンでゲンマジンついていたら BP13000 の強固な壁が出来上がるわけですね。で今回交流サポートもあるということなんで、前回の段で登場したこのメタルシードラゴン、これも使っていこうと思います。じゃあアタックしましょう。そして降臨しましょう。メタルシードラゴンを降臨します。そして降臨時効果、ブレイブのコストを無視してこのスピリットのコスト以下の相手のスピリットアルティメット1体を破壊するということなんで、まあ、8、基本的に8以下ということですね。そしてレベル2のフラッシュ効果、お互いのアタックステップ、自分のネクサス1つを疲労させます。そうすることで系統究極体を持って自分のスピリット1体を回復することができます。なのでネクサスが余っている限りは、まあ、何回でもアタックすることができるわけですね。で今はシンボルが単体なんで寂しいんですが、まあ、さっきも紹介したこのゲンマジンとかと合わせることで、まあ、ダブルシンボルのスピリットが、まあ、何回でも起き上がるみたいな、そういうこともできるわけですね。はい、ということでこのジェスモンというのは、まあ、デジモンデッキとかにくくらずとも、結構使いやすくて汎用性も高いので、まあ、白のデッキなんかにもね使っていけるんではないかと思います。じゃあデッキレシピどうぞ。